喉の消耗激しいのはゲーム収録な気がしますね。そう、ゲームの声のお仕事。ジップが密着したのは恋愛ミステリーゲームの収録。幼馴染の主人公に思いを寄せる青年を演じます。ここではラフな絵すらなく、ただひたすら台本と向き合います。前に約束したよな、いつか俺が秘密にしていることを全部お前に伝えるって。まず俺はお前が好きだ。カジが過酷と語るゆえんはそのセリフの数。ゲームの選択によって変わる様々なストーリーに合わせた膨大なセリフをひたすら収録し続けるんです。でも言わなきゃいけないことなんだ。ずっとずっとお前のそばにいたかった。人生で一番幸せな生活をお前に与えてやりたかった。大体何個ぐらいのセリフ喋るんですか。まあ、何万ワードっていうこともありましたね。6時間7時間8時間ぐらい喋っていくっていう。声帯の疲労っていうのはゲームが一番やっぱり分量として単純に多いので。